お願いします。ただいまより本日の第1試合を開始します。青コーナーに佐藤達郎選手の入場です。3回言いましたね。もうそれほど大事なことですから。なるほど。はい。
逃げた年の底は右が薄いと。そうですね、例外がちょっとですね。なるほど、オープンが何でもなるほど痛いですか。響きとやばいですかね、あれ。はい、この試合で出るか分からないですけどね。あ、でも今週は出ないでしょ。まあ、いや、分からないですよ。出ないでしょ。かもしれないですよ。使うかどうか別として。まあ別として、はい、そういう豆知識、豆知識見る上での、はい、音とかもちろんエンパイダメ。 ノーホールですね、お前。カウント1ストライクなんですね。はいはい、しかし達郎選手攻めていきましたね。はい、これいいですよ。そこでロープ入れて投げて、おっと、今さんさんのそして、あとは足が速くてしまった。ストッピングを入れて、ダメのアウト。いいですね、いいですね。実に流れのいいプレーを見てください。はい、こういう若さが大事ですね。大事ですね。はい、 OBにはない、そう、高さん、若さがありますから、芸人には。はい、そこだけで勝つしかないですね、ここはもう。逆に、そこは絶対負けないでほしい。そうですね。はい、あっと、ゴールドレーの、はい、さあ、ストッピング、おっと、蹴り上げてきましたね。おっと、重いエルボーガスですかね。はい、いや、聞いてないぞ。聞いてませんよ、これは。聞いてないぞと分かりに。はい、 さあ、ここも勝つですね。はい、勝つ勝負するしかない。一発の思いが違いますよ。違いますね、本当。はい、佐々木選手もうちょっと声が出るのが少しですね。そうですね。さあ、ここはヘッドロック、からのスマッシュプレー。さあ、ここはロープ、ロープ振っていけるか。 程度の攻撃が離してくれませんね。ここは離してくれませんね。さあ、ここ暗いっぱなしで来ていいですかね。そうですね、ここはランプらしい返していきたいと思いますよ。さあ、あっと、再びロープへ振ろうとするけれども、離してくれませんね。ここは、はい、さあ、そしてもっと逆に、ロープ振って、あとへも、ロープに入りましたね。入りましたね。さあ、そしてフォール、 2、3、4、5、6、あ、そうですね、清田課長、レフェリーですね。はい、レフェリーの清田課長、現3年生ということで、はい、実はあれ21なんですね、まだ。いや、先月誕生日が22です。あ、22でしょ。はい、あ、そうですね、なんか自分たちより上です。あ、上なんですね。先輩です。まだそういえば自分21でした。自分21なんで、はい、栄えません。そうですね、何も言いませんよ、本当に。3年生ですけどね、栄えないですね。 あと、えげつない、もう赤いですよ、あれ。真っ赤でしたね。リング上も暑いと思いますよ、この日差しの中。そうですね、また30度ぐらいありますよ、リング上は。そのその暑さもありますね。はい、おっと、いいでも入る。あっと、ゴールキーも、さあ、ここで流れを持っていけるか。さあ、これ振って、これ振って、何を狙うのか。 さあ、そして素晴らしい、さあ、ロープいったぞ。さあ、ギリギリ、さあ、フォール、ツー、とか、ワン、ツー、ワン、ツー、はい、さあ、しかし、このいいですよ、フォールに持ってきましたね。さあ、どうぞ、さあ、ワン、ツー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 、ワン
ね。どちらさあ、もう一発か。もう一発か。あーっと、今日は耐える。そうですね。さすがに走る。あーっと、はい。大石さんが入った。大石さんが入りましたね。さあ、首をかけて。さあ、これをこっちに上げて。嫌な匂いしかしませんけど。大丈夫ですか、これ。さあ、これ。
しいですか。はい、ビビー殺しの、ビビー殺しの、はい、行ってほしい。いやーっと7分51秒、そんなヒルモン。